さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミヤサガです。今日のイカライフ動画はこちらになりますよ。トヨタのルミになります。まあ、元々もうご存知の方は多いですよね。超大人気車種ですので、トヨタルミは。で、元々は4兄弟でしたよね。ダイハツのトールがこれベース車両ですよ。で、それを OEM 供給を受けて、トヨタはルーミーとタンクという車、チャンネル違いで持ってましたけども、今もうチャンネルが統合されて、全ての車種がもう同じ店で買えるというところですけれども、タンクが、なくなりました。で、ルーミー1本になりました。だから3兄弟ですね。ダイハツでいうトールと、トヨタでいうルーミーと、あとスバルにも OEM 供給していて、ジャスティという車ありますので、これそもそもなんで扱ったんだっていうと、これ155万円から209万円、まあ正確に言えば X グレード一番下で155万円であるんですけれども、まあ実際はオートエアコンであるとか欲しいよねっていう数も多いと思うので、実際売れ筋は G グレードからですので、なので G グレードでいうと、だから177万円ぐらいからですか。まあ、何にせよでもこの費用対効果、コストパフォーマンスめちゃくちゃいいんですよ。で、中身の使い勝手がすごいいいので、そういった意味でも子育て層で、子供できてどんな車おすすめですかって言った時に、僕は結構この車おすすめしているので、まあ、ちょっと今日はお伝えしようかなと思います。まあ、あの白ナンバーですよ。ボディサイズとしてはこれで全長で3705ですよ。だから扱いやすいサイズですよね。あ、ごめんなさい、今のカスタムだから正確には3700だ。これノーマルなので、カスタムはもうちょっとゴテッとした顔つきしてるんですよ。高さとしては1735ありますよ。で、幅は1670mm です。まあ、なので本当ちょうどいいサイズなんですよね。広すぎず狭すぎず、要は軽自動車のサイズになってしまうと、幅であるとかも含めて室内が狭くなっちゃうじゃないですか。だからその室内とかを、それほど狭くせず、でも大きすぎて取り回しがやりにくいとかはなくっていう、本当ちょうどいいお買い物車としても、日常のもう使い勝手でおいてもバチッと仕上げたっていうのがこの車なんですね。じゃあそのおすすめなところをどん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 行きましょうか。先にお伝えしておくと、エンジンはこれ1リッターの3気筒エンジンですけれども、ターボか NA かこの2種類しか選べないんですよ。で、まあターボを選んだ方が、僕は高速道路乗る方に対してはもう絶対的です。あの NA は結構非力感がちょっと漂います。まあ、車両重量で言ってもそこまでは重たくないんですよ。これは、NA でカスタムじゃないから1080キロだ。カスタムになると10キロ重くなって1090キロになるんですね。ターボになると30キロ重たくなるっていうところではありますけど、これは1100を切ってるわけじゃないですか。まあでもちょっと非力感が漂うんですよね。まあそこがちょっと気になるところと同時に、非力感が漂うのを無理に踏んでいくと燃費が伸びないです、 NAはっていうところはちょっと気になるところではあるかとは思いますけれども、まあそれ以外は本当おすすめですよ。はい、ルミです。はい、まずはこの後ろですよ。ドン、ほら。で、ここをまあちょっとしたものはこの下に詰めたりはしますけれども、まあちょっと薄い形ので、ここポン、あ、ここそんなに深くはないんだな。そこにそんな価値を見出さなくても十分価値ありますから。これカバーはここにフックがありますので、これを使ってあげて、ヘッドレストのところにかけてあげればこれで立てておけます。まあそれも魅力なんですけれども、やっぱ一番はこのスライドとリクライニング量ですよ。トンと、ほらすごいですよね。で、まあここからシートをボンボンと倒すこともほらできます。で、こういう広い空間が手に入るじゃないですか。まあこういうスライドともうリクライニングというかシートを倒せるだけでも、これでも大きな魅力ではありますけど、で、これもう一つすごいのが、ちょっとお待ちください。これ脇に行こう。これちなみに、あの両側スライドドアですよ。これも人気の一つですよ。あちらも開きます。カチャンとロックを外しておき、片手で、まあだから両手で本当はやるんですよ。このだからダイブダウンができるんですよ。ほら、これで右シートもちょっと今同じように操作しましたけれども、それをやってあげると、ほらかなりフラットな空間が手に入るじゃないですか。これで自転車とかも楽勝で積めるんですよ。これ便利ですよね、この広さ。
突然の雨降って子供が駅に自転車を置いててもう迎え行かないといけない、自転車も積んで帰ってこようっていうのができる。でもそういった時に室内汚れちゃうじゃんかっていう時に、これ裏側が防水のシートになっていて、これをそのままパタンって、だからこういう防水シートで、まあ濡れたものとか自転車とかもここに置いて、うん、だから滴り落ちてくる雫も後で拭き取ればいいじゃんみたいな、そういうような使い方まで考えられている車ですよ。これがねちょっと張り出しが大きいのがまあ少し気になりますけど、まあしょうがないところですよね。これある意味この対策はまだどこのメーカーもこのコンパクト系ではできてないですよね。うん、まあそれを求めてちゃ高くなっちゃうからいいんだ、今のはもう無視してください。はい、さあよ、まあ軽くはないですけどそこまで悲鳴上げるほど重くもない。よいしょ、はい、これで戻った。さあ向こうも直そう。はい、これを引っ張る。だからまあどういう風に操作をするか結構人それぞれで、シチュエーションそれぞれなので、取っ手が左にも右にもここにもついてるっていう、だから後ろにいる時はこれをギュッて引っ張っちゃった方が、あ、これ結構楽だな。うん、楽だけどまあ操作性はね、怪我しないように皆さん。はい、でこれで、これサンシェードとかこれ標準ですよ。これいいですよね、目隠し。うん、でここの窓も広いですし、後席座ってる時のこの視認性もとっても高いですし、視野がとっても広いですよ。でほらテーブルもついている。これちなみに G グレードになります。まあ G グレードとあと何があるんだって、 G の T ですね。あとはまあカスタムがありますけれども、まあ G と G の T はあのまあエンジンが要はターボになるっていう T ですけれども、だからあんまりベースは G グレードなのでターボか NA かなので、まあ基本は変わらないですね。カスタムか通常かが結構ここ変わります。ここドリンクホルダーもあります。これちなみにシートの後ろ下にはあの収納があります、助手席の下は。へえ、これほんと十分広いな。で窓もここまで下がります。まあ前回は下がらないですけどね。ヘッドクリアランス楽勝ですって言ったほどは楽勝じゃなかった。なぜならセンターシート用のシートベルトがここあったんですね。それ知らなかった。あ、なんか噛みやすいですね。なんだろうこれ、こっちは、あ、硬い。はい、さあまあ十分ですね。ヘッドレストの高さも十分、まあ十分は十分ですね。はい、あります。まあシートバックの高さはまあちょっと大人の体からすると少し低いところにありますかね。僕の肩の高さと比べてもらうとよくわかると思います。あとはちょっとシートもう少しだけ剛性感欲しいですね。わかります、なんかこのちょっと薄さ感、だからもう少しシートクッション性としてはこんななんかふにゃふにゃではなくて、もう少しずしっとした感じのシートクッション性は欲しいかなと思いますね。うん、まあしかしこのシートの座面はいいですよ。座面側はいいですね。これこっちです、こっち。これもう少し厚みというか、この薄さでいくならもう少し、うん、抵抗感のあるクッションの方がいいですね。あとちなみにまあヘッドクリアランスがこのぐらいに対して、あとリクライニングがもちろんついてますので、リクライニングをしてあげると相当寝ますよ。もうこの後ろのリア窓限界まで本当こういう風に寝てくれるので、まあ本当そういった意味でも室内使い勝手いいですよ。でこういったところにはドリンクホルダー等もちゃんとありますので、いやだから使い勝手いいですよね、やっぱ室内。うん、それは思います。これを使ってあげて、はい、これでセンターシート機能できるので、なので3人掛けも可能になります。じゃあ前席行きましょうか。まあ前席は簡単ですよ、あのウォークスルーがありますので、このウォークスルーがあるっていうのもこのルーミーの人気の秘密でもありますよ。で、はい、非常機もあります。取っ手が
大人用と子供用みたいな形でちゃんと分かれてるんですよ。これもだからいいところですね。でこのステップもそんなに高くないです。360ミリとかそのぐらいですね。まあ大したことないですよ。簡単に足がパッと乗せられるっていう。でやっぱりその子供の乗り降り考えた時にここの開口部も広いですし、まあで取っ手がしっかりしてるのでもう子供の動きを考えてもすごい楽だと思います。じゃあ運転席行きましょう。でまあそもそもですけれども、ここ開口部がここ高いじゃないですか。まあ前高で1700オーバーなので、なのでそんなに頭かがめなくても、でこの着座位置も適度にいい高さなんですよ。なので腰の移動少なくスッて乗り込めて腰がかけられるんですよ。だからこの高さって実はすごい大事で、シートが高すぎず低すぎないっていう、やっぱ腰の移動量が少ないっていうのがいいところですよね。自然とシートに腰をかけようとした時に頭が完全にどこにも触れずにかがめる必要もなくっていう、この乗り降りのしやすさはやっぱりルーミーの魅力なんですよ。本当ね、スマートにパッと乗れちゃうって、上半身何にも動かさないですもんね。これができちゃうんですよ。これ実はすごい大事なところ。ここねちょっとプラスチック感がありますね。少し気になるところ。でもこういうプラスチック感が漂うって思ってる内装の上をちょっと見た時には、あれなんでここにステッチみたいなこれ加工が入ってるんですよ。これいい加工ですよね。ほらこれ実際は別に革のステッチとか入ってるんじゃないんですよ。樹脂の普通のいつもの内装の、これ型押しでこれを作ってるんですよ。これおしゃれじゃないですか。こういう加工をどん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 やってた方がいい気はしますね。でもうティッシュボックスとかを置けるような場所から始まり、でセンターモニターがここにあります。まあ今ストップ積算14分30秒とかアイドルストップの時間とか出てますけど、まあ燃費はそんなに、今ちょっとあんま期待できないかな。はい。でこの車両は NA エンジンです。でこれドリンクホルダーとか見た時に、これただ普通に引き出すと通常のドリンクじゃないですか。でこれスライドするとペコッと、ほらこれで四角いドリンクも入ります。ここだからこれいいですよね。普通に引っ張ると普通のドリンクで、ここでワンアクション奥にブッてやればこれで四角いドリンクまで入るっていう、まあそれがだから通常のこの助手席側もそうですよ。これでワンアクション入れればこれで四角いドリンクが入る。これいいですね。でここね、ほら今ちょっと資料がいろいろありますけれども、ここ小物入れあるんですけど、この小物入れとシートの前後スライドのこれ見えるかな、これ次で改善してもらいたい。この前後のシートスライドレバーとこの収納のトノケースのこのここが一致しちゃってるんで、これ指が入りにくいんですよ、前後スライドレバー。これなんかね、女性とか爪が長い方とかみんな気になると思うな。ここ携帯置き場すごいいいですよ。確かこれディーラーオプションで選べると思いますけど、これ非接触型の充電器ここに仕込むこともできますね。確か1万7000とかそのぐらいじゃなかったでしたっけね。はい、これとっても便利、いい形で。これオートエアコンですけど、 X グレードがオートエアコンじゃないので、でシートヒーターがあって、ここも小物入れあるよ確か。はい、ここも大きいっすねこれ小物入れ。お、携帯があります。でなんで今携帯があったか、これお買い物フック、携帯があったかというと、これディスプレイオーディオだからです。だからもう携帯の画面をそのままボンと連動したような形のこの9インチのディスプレイオーディオ、今みんなこれを推し進めてますので、まあ使いやすいことは使いやすいですよね。自分の携帯電話のナビゲーション、僕なんかもうどこ行くのも Google ナビをいつも使ってますので、車乗る前にセットしておいて、そのまま、携帯電話を今みたいに、今も繋いでますけど、今みたいにバジンと繋いだらこれで表示させることができるみたいな、まあそういう連動のディスプレイですよ。だから無駄にナビゲーションの、車両用のナビゲーションのお金払いたくないとかっていう人は、いいと思います。でオーディオ周りとかディスプレイ周りの調整とかもここであります。でまあ走行中お伝えしますけど、これ使いこなせるかどうかですね。これ使いこなせない人はもう間違いなくこの車は NA の場合、ターボは別ですけど NA の場合には非力だ非力だってなると思います。もう先に言っときます。でまあ燃費もまあ先ほどから言ってる通りです。まあだからこれ大事なんですよ、パワーボタン。
だからパワーボタンありきで、うん、これは乗った方がいい車です。まあ、高速道路ならっていうところです。そうそうそう、ここ何もないじゃないですか。で、ここはだからカスタムになるとここにガバッとついてきますよ。あのカスタムになるとだから一番はそこが違うんですね。で、そもそもこれノーマルでも、あの例えば夜間でも歩行者を検知しますとか、そういう緊急ブレーキ系は全部ついてますよ。でもカスタムで、じゃないとついてないものっていうのが、あの高速道路とかで本当活躍するあの前走車追従型の、クルーズコントロールですね。それがカスタムじゃないとついてないです。ここのあのステレオカメラ、2つのカメラを使って、前走車検知してやるんですけれども、それを使ってあげてっていう機能の操作スイッチがここに全部ついてきます。で、そのカスタムでその前走車追従をやるには、あのブレーキを機械が、微妙に調整しないといけないっていうのが必要になってくるので、だからこそ電動パーキングブレーキもカスタムだと必須になるのでついてきます。これはだからついてないので、マニュアル式のほらキック式のサイドブレーキです。だからこれでは前走車追従できないので、うん、なので前照射追従モードっていうのを全部クルーズコントロール系でついてる車、電動パーキングブレーキなんですよね。まあだから電動パーキングブレーキが今どん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 増えてるっていう背景でもあったりします。まあそれがカスタムになるとついてくるっていう、そういう話です。高速道路を行かれるんであれば、僕はカスタムを結構おすすめしますし、多人数乗車を、結構するよっていう方はカスタムノーマル関わらずこれターボをおすすめしてるっていう、そういうような選択の仕方ですかね。まあなので、あの僕がよく高額車両ばかり、あのいいかライフ動画ずっと上げてると、いやもうちょっとなんか庶民的な車をって、まあ僕も庶民なんですけど、あのまあその中の結構多くの質問の中に、なんか免許取り立てなんですけどから始まり、あとあの子供できたんですけどどういう車おすすめですかとか、コストパフォーマンスいい車ありますかとか、そういう質問が多いので、今日はちょっと生活臭は漂う車ですよ。でもそういった中でのこれ注目してみるのもいいんじゃないって、でこの車をベースにして、あともうちょっとこういったところが欲しいんだけど、ああいったところが欲しいんだけどって言ったら、また別の選択肢がそこから生まれてくるって、だからこれ一つの基軸車にしてもいいと思いますね。ルーミー、あとはだからダイハツで言えばトール、スバルで言えばジャスティですよ、この3兄弟っていうのは一つの基軸にしてもいいかとは思います。さあでは走っていきましょう。